とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この装備、使っていこうと思います。先日出ました、ツタの鞭ですね。黄金でリフレッシュ3。エンチャントが、こんな感じになってます。ここを、虚無も良さそうなんだけど、ダイナモでいきます。ダイナモ。で、ここもクリティカルと重力選べるんだけども、重力かな？攻撃範囲が狭いので、重力。で、ここは、まあ、アンチャンティングでも追い打ちでも良さそうだけども、今回は追い打ちですね。はい。結構攻撃的だと思うんですけども、これで行ってみましょう。それでは行きますね。今回の場所が、プレイヤーの速度が 20% 増加して、長弾を持ってる。で、モブが、凍結。嫌いだな。凍結を持ってます。このね、攻撃速度が遅くなるやつって結構嫌いなんですよね。でも、まあまあまあ、なんとかやっていきましょう。おい、おい、ひでえな。ちょっと待って、これ、ダイナモの良さが、全然、なくなってる。ちょっと待って。ちょっと待って待って待って、この装備の良さはあれだよねあのヘルスシナジーついてるから、若干ピンチになったとしてもまあまあまあ生き残ることがあるっていうところですね。 OK、 切り抜けた。死んだと思った。で、ここがどんな感じだ。はいはい、やっぱね、攻撃範囲がね、狭い。狭い。重力しててもね、あんまり良くないかもしんないね。いやー、ちょっと使いにくいかもな。重力よりも、もう、これは攻撃、あ、いやいや、やっぱ重力はいるか。重力はいるわ。重力ないととてもじゃないけど、殲滅できないかな。忙しい忙しい。装備だ。とにかくダイナモで、ダメージ稼がないといけないので、とにかくぴょんぴょんがひどい。やっぱそうね、この手数が多い装備ってそうなりますもんね。どうしてもダメージが一発一発が低めなので、ダイナモを貯めるしかないんですよ。なるほどでもまあまあ、慣れれば戦いやすいかもね、これ。慣れれば。出てこい。出てこない。じゃあ、5000万。いいね。いい感じのダメージ入る。よし。じゃあ、これで、とりあえず先まで行ってみましょう。慣れれば意外といいかも。中間地点突破でーす。だいぶ戦いにも慣れてきました。まあ、とにかく、ぴょんぴょんだね。フォークブランドとか、ツルハシ使った時と一緒。あの使い方ですよ。もうとにかく、ぴょん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 して、ダイナモを稼ぐ。で、ある程度溜まったならば、攻撃。あ、ドラを当ててからね。ドラを当てて、攻撃っていう感じですね。OK。よっしょー。もうなんだろう、エンダーマンとかが出てきても全然対処できる感じですね。意外とこれも、怒りと同じく毒ダメージがかなりいい働きしてくれるので、 HP 高いやつにも、対応がしやすいですね。ただ、攻撃範囲が狭いんで、そこはちょっと注意が必要かな。怒りみたいにはいきません。怒りはね、ただただ、ぶん回してれば、大体倒せるのよ。攻撃範囲が広いんで。でも、これはね、攻撃範囲が、ちょっと極端なほど狭いんで、あんまりね、この乱戦とかには向いてない。で、今回特に、凍結がついてるやつが多いんで、戦いにくいのよね。OK、行きましょう。キャプ
点はどうだろうね。いるかな。ここね、多くても2、3体なんですよね。キャプテンがいるって言ってもね。なんで、できるだけ探しては行くんですけども、どうだろうか。あ、OK、一発できた。あー、あー、バカバカ、ここ難しいから、なかなか来ない時がありますもんね、これね。で、成功した時はもうさっと行ってほしかった。OK。あ、これ反対側いるかもしれないですね。一応、チェックに行ってみましょう。あ、いるわ、いる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 。OK。行った。ちょっと待って。痛い痛い。しゃ。あーもう。ちょっと待って、戦いにくい。よし。OK。よし、倒した。貫通がついてんのか。なんか痛いなと思ったんだけどね。ちょっと待ってって。本当に。ちょっと旗を取らせて。よし。あぶね、消えそうだった。何？最悪。プレイヤーの HP60% 減少。いけるかな、これ。キャプテンはもう見当たらなかったですね。あぶね、一応探してはいったんだけども、ちょっといなかった感じです。では、このまんま。ボス戦いっちゃいましょう。やばい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 、もう最後の最後、えらいやつが出てきてるぞ。嘘でしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、正直にあそこで戦わなくていい。ちょっと待って、これ無理、これ無理やろ。ちょっと待って待って待って、やけどがつくと痛いんだってば。よし、オッケー。あんな狭いところでやけど出たら終わりだってば。ほんとに。よし、オッケー。あ、エンダーマンか。どこ、どこ。あ、もう倒しそうだな。行きましょう。もう、なんかやたら痛いやつがいたと思ったら、虚無か。ちょっと待って、エンダーマン。オッケー。あと1回死んだら終わりで、ボスか。これはきついやろ。まあ、とにかく、命大事にでいきます。おっしゃー、いいダメージ出る。本当に。いいダメージだわ。オッケー。一発一発はね、そこまででかくないけど、おうおう、ダイナも20まで貯めれば全然大丈夫。いいダメージ出るわ。よし、じゃあそろそろ溜め出すか。よし、いこう。ダイナモとドラで全然いけるわ。行きなさい。 OK、 ドラ入ってないね。よっしゃー、 OK、 あと一発。どっちが来る、鏡、吸い込みだ。 OK。 あー待って、ここに引っかからせて。ちょっと待て、いやもうむしろぴょんぴょんしよくか。ダイナモためようか。ここでもうダイナモため出しましょう。で、弓で倒そう。 OK、 あと一発。あー戻った。もう何が来る。いやー、こっちかい。いた、やばい。やっべ。いやでも大丈夫大丈夫大丈夫、いける、いけます、絶対倒せる。あ、待って、いくぞ。よっしゃ、倒した。あぶねえ、このエンダーマイト絶対いると思ったんだ。よし、オッケー、倒しました。はい、ということで今日はこれですね。ツタノムチ、リフレッシュ、ダイナモ、重力、追い打ちで使ってみました。結構理想的じゃないですかね。うん。まあ、263でダイナモ入り、毒ダメージもかなりのものがあるので、まあそこそこ使いやすかったですね。うん。ちょっとした怒りみたいな感じで、
やりやすかったです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。